は。張り切っていきましょう。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方奥州の村では、心優しい若者と彼を旦那様と呼び慕ういろはの二人が幸せな日々を過ごしていた。だが世の混迷の影響は二人の住む村にも及ぶ。この機運に邪悪な力を感じたいろはは、幸せな生活を守るためその根源を断つことを決意し、若者の手を握り告げる。必ずお守りします。だから私のわがままに付き合ってくれませんか。二人は旅立つ。人知れず世界を救う旅へ。熊野古道。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。イロハ VS ダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。私ももう少し鍛えてあんな感じになれば、もっと旦那様の力になれますね。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。イロハ VS クラマヤシャマル、いざ尋常に一本目勝負。カタフルボさあ、カタフルボ、ありがとう。イロハ。あ、
2本目勝負。肩車ふっ肩車ふっ旦那様のためにも負けられません。力の使い方を間違えています。自分が犠牲になってもいいからなんていけないことです。グリーンヘル。イロハバーサスタムタム、いざ尋常に一本目勝負。旦那様のためにも負けられません。グリーンヘルって聞いたことないですね。どんなところなんでしょうね、旦那様。うずき。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。イロハ VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。片切り浅野旦那様、もう少しお待ちください。
2本目勝負。イロハ、旦那様のためにも負けられません。旦那様の安全は私が守ります。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。イロハ VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。カタキリカタキリ全員カタグルハ、カタキリカタグルマ、カタキリブルキブル、勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。カタグルハ、勝者イロハ。見ててくれましたか？確かに人には化けてますけど、悪いことはしてませんよ。ただ旦那様に恩返しをしているだけです。カムイコタン霜月。貴様の価値は万に一つもない。だがそれでも向かってくるのが真の男というものよな。イロハ VS ワンフー、いざ尋常に一本目勝負。カタグルハ、勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。カタキリ
見ないでください。あなたに恨みはありませんが、旦那様のために。見事にであり、勝者イロハ。旦那様のためにも負けられません。あら、旦那様、少し顔色が。あちらでお休みしましょう。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。イロハ VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。千四郎はいけないと思います。日光。うわ、妖滅師さん。私、人には迷惑をかけていませんので見逃してくれませんよね。分かってます。では覚悟してください。人を襲わないのであれば戦うつもりなんて聞いてない。イロハ VS マジキナミナ、いざ尋常に一本目勝負。勝者イロハ。
本目勝負。なくなればいい。静か千年桜。会いたい、あの方、思い出せない、誰か私を。初めて会ったはずなのに胸が苦しい。あなた、何かに苦しんでるの？イロハ VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。一面に咲く桜の中にイロハは立っていた。その綺麗な景色に心を奪われる。イロハは頭についた花弁を取り、この光景を忘れぬようにと花びらをぎゅっと握りしめた。村に戻る道中、上機嫌で歩くイロハが振り返る。若者が空を見上げ立ち止まっていた。その視線の先には雲一つない青空が広がっている。イロハは空に見とれる若者へ声をかけた。村へと戻り、いくつきかの時が流れた。平穏が戻った村で若者は畑仕事に精を出す。イロハはそんな若者をかいがいしく世話をする。幸せな日常がそこにはあった。二人が守り抜いたかけがえのない日常が。
今度は邪気とか関係なく各地を回ってみたいですね、旦那様。